移籍金約85億円でユナイテッドに加入したオナナのスーパープレイ集が話題に。しようもない失点も多いけど、いろいろ言われても仕方ないプレイもあるな。マジでザイオンチャンスあったんじゃね。結果論だけどもったいないことしたな。仕方ないやつもあるけど、1対1であんなに動いちゃうのは技術的に良くない。なんかかわいそうになってくる。読み方変えれば7を出し可愛いからギリ耐え。ザイオンの方が止めそう。50万くらいでザスパクサツ来てくんねえかな。ナイスセーブばかりですね。さすが何かに取り憑かれてるね。ユナイテッド加入すれば大体市場価値下がるの。うつ、何これ。鈴木ザイオンの介護官。キーパーバーマグワイヤー。